世界遺産の和歌山県高野山にあるお寺で護摩行に臨んだのはカープの新井貴浩監督です。現役時代から毎年自主トレの一環で炎の前でお経を唱える護摩行に取り組んでおり、今年で20年目、今年は監督として初めてとなる祈願を行いました。護摩堂の中でおよそ1時間半一心不乱に炎と向き合った新井監督、5年ぶりのリーグ V 奪回へ強い決意を込めました。優勝するために、また日本一になるために、この護摩行をやらせていただきましたし、まず当然のことだと思いますね。あとは、選手全員が元気でグラウンドを暴れ回れるようにというふうにお祈りしてきました。まあ、その日その日にできる精一杯のことの積み重ねだと思いますので、一日一日を大切にして、カープのため、選手のために心と体をフル回転して頑張っていきたいと思います。